しぶりです。三重県の四日市市、塩浜駅にやってきました。本日は4月の中旬、ここ塩浜では近鉄鉄道祭り2024 in 塩浜白塚が開催中です。毎年奈良県の五移動、高安と塩浜の各1回ずつ開催されますが、今年は塩浜の開催に合わせて初めて白塚でも開催され、少し離れている塩浜と白塚を結ぶ臨時列車も運行されました。今回はその臨時列車に乗車します。よろしくお願いします。塩浜駅は近鉄の他に JR 貨物も乗り入れており、たくさんの滝が止められているのを見ることができます。この滝は、長野への石油輸送に使われるようです。今回乗るのは乗車券だけで、誰でも乗れる臨時列車ですが、なぜか駅の発車表示には、貸切と書かれていました。今回、乗車する列車が入線してきました。これは、普段は急行で使われる2800系のようです。近鉄の通勤者って2000系とか2610系とか1200系かっこ2410系とか同じように見えて別の形式なんてことが普通にあるので間違っているかもしれません。幕は白色に設定されていて2つの会場を結ぶことがわかるヘッドマークがついています。この列車は塩浜始発ではなく三越隣の四日市始発となっています。というわけで乗車していきます。塩浜から白塚までの間には急行や特急が止まる駅もありますが、次の停車駅はまさかの終点白塚。途中の駅は全て通過扱いとなるようです。ピントは残念ながら雨の方に行ってしまいましたが、たくさんの滝が並んでいた塩浜駅を発車しました。反対側からは今年塗り替えられた観光用列車の集いを少しだけ見ることができました。11年で3周目の塗装って結構珍しいのではないでしょうか。塩浜駅の有機線には2両の列車が止まっていました。最近知りましたが、名古屋方面に普通や準急は2両のこともあるんですね。名古屋へはあまり行かないので、あの大都会名古屋に行くのに2両で足りるのかと思ってしまいますが、三重から名古屋方面へ行く快速三重とかも大体は2両で走っているので、需要に合っているのでしょう。発車してしばらくすると、四日市市の公式キャラクター、小乳道くんが描かれた建物を見ることができます。四日市に伝わる、民話に出てくるろくろ、首が元になっていて、大人になると首が伸びるそうです。鈴鹿川を渡ると、最初の通過駅である、伊達津駅を通過します。この周辺は鈴鹿川、鈴鹿川肌は、伊勢湾に面した土地で、三角州となっているようです。そして通過線がある、津駅を通過。臨時列車なのでゆっくり通過しているのかと思いましたが、駅の手前に急なカーブがあるため、定期列車でもこのくらいの速度で走るようです。津駅を過ぎると、住宅などの建物がある景色から急に田畑の景色に変わりました。現在、名護の浦駅付近を走行中です。近鉄の走行駅でこの臨時列車の位置も確認できますが、こちらでも貸切の扱いとなっています。この列車の車内には今年で30周年を迎えた島スペイン村の広告が貼られています。昔行った時は待ち時間が少なくて良いなぁと思いましたが、最近はコラボなどでまた大盛況になってるみたいですね。もう一度誘致された車両が見えてくると、伊勢若松駅を通過します。この駅は急行列車が停車するので運転停車をすると思っていましたが、結構な速度で通過していきました。名古屋線は急行より上位の種別は特急しかないので、貴重な体験になったのではないかと思います。若松駅からは伊勢鉄道の鈴鹿駅、方面に近鉄、鈴鹿線が伸びています。朝の1本のみ、四日市から急行列車が直通しているようです。普通のみが停車する千代崎駅を通過すると、特急の停車する白子駅に運転停車します。この駅からは F1 やスーパー GT の大会が鈴鹿サーキットで開催される際に、臨時バスや白子駅、臨時特急が設定されます。F1 だと他の県などから結構な人が集まるので、白子かっこ鈴鹿駅とかにした方が分かりやすい気もしますが、難しいのでしょうか。白子駅の掲示板の表示には、やはり貸切と書かれていました。おそらく会社の中では、通常とは異なる停車駅で運行をする場合、誰でも乗れる列車でも貸切の扱いとなるのでしょう。対抗のホームには、島スペイン村の開業と同じ時期に登場し、今年で運行開始30周年を迎えた伊勢島ライナーが停車中でした。2033年の伊勢神宮の式年遷宮で後継に置き換えられるのでしょうか。乗っている車両の車内を紹介します。座席は 8A 系でも採用されているロングシートとクロスシートを切り替えられる LC シートですが、今回はロングシートで運用されていました。乗っている人はそこそこといった感じで、満員でもなければガラガラというわけでもありませんでした。5分間の停車の後、白子駅を発車しました。停車中、特急や急行に抜かれることはありませんでした。前方に列車がいたのでしょうか。広告を見て気づきましたが、スペイン村の30周年イベントは来年の2月までなんですね。伊勢島ライナーのヘッドマークもこの冬休みが最後のチャンスでしょうか。富士見ヶ浦、磯山、千里と通過し、最後の通過駅である豊津上野駅を通過します。四日市市、鈴鹿市と南下していき、いつの間にか三重県の県庁所在地、津市に入っているようです。ありがとうございました。まもなく白塚に到着します。
アナウンスが聞こえ、青空通や名古屋線、山田線で走っている車両が見えてくると、普段は普通しか停車しない終点の白塚に到着します。3往復あった臨時列車の、この列車は千代浜から白塚間およそ25分で走ったようです。急行の停車駅を通過したりと、速く走っている印象でしたが、白子での5分間停車もあったせいか、所要時間は定期列車で急行と普通を乗り換えてくる時間とあまり変わらなかったようです。名古屋線の普通は基本3両なので、ここに4両編成の車両がいるのも珍しい光景なのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。